東横フラワー、緑道。東横フラワー緑道は、東急東横線の地下下により生じた、東白学駅横浜駅間の線路跡に、横浜市によって整備された、延長約一四キロメートルの緑道、公園である。二千六年七月に新大田町駅跡を含む、広大大田町付近から反町三丁目付近までの、第一期区間、約二百五十メートル。 2007年4月に、ソリ町3.4丁目の第2期区間約180メートルが完成。さらに2011年4月に、高島山トンネルが整備されて、全線開通となった。なお、本校では、東横線の配線区間、横浜駅桜木町駅における、遊歩道整備計画についても一部扱っている、公設参照。2004年2月の港未来線。 横浜駅元町、中華街駅開業に伴い、道線と直通運転を行う東急東横線の反町駅及び横浜駅が地下化された。その地下化跡地の用途について検討が行われた結果、横浜市が線路跡地に緑道を整備することとなり、2005年12月に整備が開始された。その後、緑道の愛称について一般公募が行われ、 2006年4月に、東横線地下カート地活性化地元委員会によって、東横フラワー緑道を愛称及び正式名称とすることが決まった。線路の撤去が完了した後、地元住民との話し合いの元緑道の整備が進められ、2011年4月には全区間の整備が完了している。これにより、横浜駅東博学駅間を通して歩くことが可能となった。 エリアの詳細については、東横線地下か跡地散歩道づくり通信の第13号を参照。2010年6月10日に日谷公園が利用、可能となり、滝の川瀬セラギ緑道とつながるようになった。現在、東白楽駅まで立橋でつながれている。2006年7月29日に新大田町駅、跡地のみ広場としてオープンした。 同時にエリア3の隣接区間も開通、同日に東広場でテープカットや植樹などが行われた。広場内には東横フラワー緑道の石碑、水のみ、ベンチが設置されており、敷地面積はそれほど広くないものの、遊ぶ子供たちやベンチで休憩する人々の姿が見受けられる。エリア2のオープンと同日に、 広田大田町付近からソリ町3丁目付近までの第一基区間約250メートル、さらに2007年4月にソリ町3.4丁目の第二基区間約180メートルが完成した。地下改善前は東横線の高架線が通っており、住宅街とはいえ騒音が激しかったが、現在は撤去されて静かな緑道が続いている。花壇、樹木。 水のみが設置されているほか、木道舗装部分には、港未来地区の汽車道と同じように線路が、はめ込まれている。東横線の急降下橋を再利用し、ソリ町駅北側、エリア3から国道1号をまたいで、ソリ町駅南側の緑道、エリア5に至る、高架式の歩道が設けられている。また、国道一号の両側に、高架式の緑道と地表を行き来するための階段び、 エレベーターが設置された。高島んトンネル手前までの東エリアは2010年5月1日、エリア4の高架式歩道と同時に利用可能となった。設備として、東横フラワー緑道集会所、反町駅前、ふれあいサロンが同年4月13日に応援している。6時から21時半にかけて通行が可能、トンネル内のため通行時間に制限がある。 東横線の反町駅横浜駅間に位置する高島山を貫通するトンネルで地下海以前は同線の電車が走行しておりまたかつては横浜方の出口付近に同線の神奈川駅があったこのトンネルは2011年4月16日13時から通行可能となっている東エリア高島山トンネル回数前は反町駅周辺から 横浜駅に徒歩で移動する場合、神奈川区内有数の丘陵である高島山を越えるか、反町駅から霧畑、青木橋方面、または泉町方面に迂回する必ずがあったが、トンネルが開通すると横浜駅まで最短距離で移動できるようになったため、反町駅周辺から横浜駅までの所要時間が大幅に短縮された。なお、 東エリアの整備に際し2008年1月より、老朽化したトンネルの補強工事が行われた関係で、トンネル断面が現役時代より、やや縮小されている。また、2010年4月より実施された調査で、トンネルに亀裂が見つかり補強工事が行われた。東横線の高架橋は撤去され、高島山トンネル南側の旧東海道。 神奈川宿歴史の道付近から青木屋様線まで約100メートルの歩道が開通している。2010年4月24日に高島山トンネル手前まで緑道が伸びた。港未来線の開業に伴い生じた東急東横線の廃線区間のうち残りの横浜駅桜木町駅間においても延長約1.8キロメートルの遊歩道、名称等は 密定の整備が計画されている。この配線区間では、高架橋により、東西地域、港未来地区と花崎町異性地域などが分断されていることから、階段、商工施設を設けるなどして、周辺地域とのアクセス強化も図る計画となっている。なお、当初の計画では自転車も通行可能とされていたが、遊歩道の幅が7メートルしか取れないため自転車と、 歩行者の分離が難しく、警察との協議の結果、歩行者専用の魅力ある遊歩道という風に計画自体が見直されることとなった、この見直しは計画の遅延にも大きく影響している。廃線跡ということもあり、遊歩道の路面には線路のバラスと砂利をイメージした舗装が施される予定である。また、この遊歩道整備計画は、駅サイト横浜22、 横浜駅周辺大改造計画の歩行者動線、計画の一部にもなっており、最終的には横浜駅地下一階の南通路、南東口付近に接続する計画となっている。2016年3月時点の計画では、桜木町駅西口広場、2014年7月オープンの北側より、紅葉坂交差点付近までの一部区間について2016年度末の 整備完了を目指していたが、予算等の関係により実現には至らなかった2017年12月時点で、この区間の整備が進行中、整備完了後、先行開通予定。さらに、全体の完成予定時期については、以前の計画より5年以上先延ばしされて2021年度から2022年度頃を、一つの目標としている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。